人生100年時代とは、ロンドンビジネススクール教授のリンダ・グラットンとアンドリュー・スコットがライフシフト100年時代の人生戦略で提唱した言葉。世界で長寿化が急激に進み、先進国では2007年生まれの二人に一人が100歳を超えて生きる人生100年時代が到来すると予測し、これまでとは異なる新しい人生設計の必要性を説いている。 日本では本の発売と同時期に小泉慎二郎が使用したことで広く浸透した。2017年9月には首相官邸に安倍首相議長とする人生100年時代構想会議が設置され、2018年6月には人づくり革命基本構想が発表されるなど政策への反映が進められている。人生100年時代はロンドンビジネススクール教授のリンダ・グラットン。 アンドリュー・スコットによるライフシフト100年時代の人生戦略の中で提唱された言葉。寿命の長期化によって、先進国の2007年生まれの2人に1人が103歳まで生きる人生100年時代が到来するとし、100年間生きることを前提とした人生設計の必要性を論じている。これまでの人生設計は20年学び、40年働き、 20年に休むという教育、仕事、老後の3段階が一般的であったが100歳まで生きることが一般化する社会では年齢による区切りがなくなり学び直しや転職、長期休暇の取得など人生の選択肢が多様化すると予想している。日本ではライフシフト100年時代の人生戦略発売以降各種報道機関で取り上げられ始め本の発売と 同時期に小泉進二郎が使用したことで広く浸透した。2016年2月には小泉進二郎、村井秀樹、小林文明、鈴木典一ら自民党の若手議員によって立ち上げられた2020年以降の経済財政構想小委員会が人生100年時代に向けた社会の実現を謳っている。小泉らはレールからの解放22世紀へ、 人口減少を強みに変える新たな社会モデルを目指してという政策提言を行い、その中で人生100年時代の働き方、生き方、教育の位置づけ、社会保障の見直しの必要性を訴えている。人生100年時代構想推進室の看板をかける安倍晋三内閣総理大臣2017年4月、2020年以降の経済財政構想省委員会は、 人生100年時代の制度設計特命委員会を経て2017年9月に人生100年時代戦略本部へと格上げされた。2017年11月には自民党政務調査会より人生100年時代全世代型社会保障への転換2020年以降を見据えてが発表されている。首相官邸でも2017年9月に安倍首相を議長とする 人生100年時代構想会議が発足し、以下の4つを主なテーマに、超長寿社会における経済、社会システムに関する議論が進められた。すべての人に開かれた教育機会の確保、負担軽減、無償化、そして何歳になっても学び直しができる、リカレント教育これらの課題に対応した。 高等教育改革新卒一括採用だけでない企業の人材採用の多元化そして多様な形の高齢者雇用これまでの若年者学生成人勤労者退職した高齢者という3つのステージを前提に高齢者向け給付が中心となっている社会保障制度を全世代型社会保障へ改革していく2018年6月には人生100年時代構想会議より 幼児教育無償化の加速、待機児童問題の解消、介護職員の処遇改善、学び直しの支援、高齢者雇用の促進などからなる人づくり革命基本構想が発表された。安倍首相は人生100年時代を見据えた経済社会システムの大改革に挑戦するのが人づくり革命と述べている。ありがとうございます。